この学徒の勝ち方っていうタイトルっていうか、その方向性、じゃあこういう本を出しましょうっていうところまで経緯ってのはどういう感じだったの、はい、どういう本を作りましょうかって話をまずこっちから企画を出しますって言った時に、スタートはうち自伝中心の出版社なんで、はい、自伝っぽい本を実際仮本にして、まあ、もうほぼ本の形にして、うん、その学徒さんのインタビューとか YouTube とか、うん、あのいろんなものから言葉を拾ったりして、うん、で足りないとこ一旦自分で仮で書いて、うん、こういう本にしたいんですっていうのを作って持ってったんですよ。かなりしっかりした、そうですね、もう学徒の勝ち方みたいな、もうこういう本の形にして、うん、で中は後で学徒に書き換えてもらう、うん、作り変えてもらうっていう前提で、でもイメージを伝えるために初めはまあ自伝エッセイみたいなものを持ってって、でそしたら学徒さんがあいいじゃないかって言ってくれて、うん、このままじゃあ本の制作をスタートしようってなったんですけど、うん、そこから 1,2 週間して学徒さんからまた打ち合わせをした時に、うん、自伝の仮本を作った時のタイトルたまたま学徒の勝ち方っていう風にこっちで一旦仮説つけてたんですよ、うん、ただ中身はどちらかというとその自伝エッセイ的な内容だったんですね、うん、で学徒さんの方から、うん、どうせ作るんだったら、うん、いいものを作るのは当然で、うん、かつ売れる本を作ろうっていう、うん、確実にその世の中の人たちに多くに届かないと意味がないから、うん、売れる本にしようという風に言われて、大前提でその学徒さんってそれまでまあ本は出したことあったんですけど、はい、どちらかというとそのファンクラブ向けのファンが喜ぶ、例えば写真集であったりとか、うん、ブログをまとめたこんな分厚い本であったりとか、高単価のコアな人たちが買うっていうところに対して本を出してたんですね、うん、でうちで出す本はどちらかというとその全国書店で一般の人たちがに向けた本だったので、うん、売れるものっていう課題が与えられて、さあ困ったと、うん、今までってノースビリッジのスタイルって、うん、自分たちが面白いと思う本を作ろうっていう、うんうん、で売れる本を作ろうっていうところから入ってたことがあんまりなかったので、うん、でも学徒さんと一緒にやるビジネス一発目で結果をやっぱ出したいじゃないですか、うん、じゃあ真剣にその売れるものを作ろうってなった時に、うん、もう自伝とかではなく、自伝とかだと どうしてもやっぱファンが買いがちなものになるじゃないですか、うん、じゃあビジネス書にしようと、うん、学徒初のビジネス書っていうのはちょっとキャッチーで、うん、で本の帯に一般の人たちが一番気になる言葉をドンと書けようっていうんで、うん、なぜ学徒はそんなにお金があるのかっていう、うん、学徒なんてそのもちろんミュージシャンとして有名ですけど、うん、圧倒的にそのお金持ちセレブみたいなイメージが、うん、やっぱその学徒さんのことそんな知らなかった自分でもそういう印象はあって、うん、でなんでそんなお金があるのかなっていうのは、うん、多分学徒さんのファンじゃなくても気になること、うん、俺も昔から気になってたね、うん、なのでそれをドンと打ち出して、うん、でまあ学徒さんがそれを OK とするかどうか、うん、だってなぜが学徒そのお金あるのかって帯に書くってちょっと普通だったらこう躊躇あるためらうじゃないですか、うん、まあでも売れるっていうことを考えた時にやっぱそれが一番キャッチーだなと思って、うん、でまずそこを OK してもらえるようにしたいなと思って、でそういう提案をして、うん、で、そういう方向で企画を作り直したんですよ、うん、全部ゼロから、うん、でそしたら本人からいいじゃないかっていう話を言ってもらって、その帯もそのまま、なぜ学徒はそんなお金があるのかっていうのもこのまま行くことになって、で本を作って、で本のタイトルを決めるときにビジネス書に寄せるためにこっちからは人生をマネタイズする方法みたいなね、なんかもう完全ビジネス書に寄せたタイトルの変更を提案したんですけど、うん、そこはなんかその前の学徒の勝ち方っていうのがハマってたのか、うん、タイトルは前のやつの方がいいなって話を言われて、うんうん、タイトルは仮本の時のまま、うん、学徒の勝ち方で、まあでも実際そのビジネス書としての内容はどう勝つかって、全ては勝負、うん、喧嘩だと一緒だっていうことで、うん、そういったメソッドが書いてあったので、うん、あの勝ち方のまんまでいこうっていうんで、うん、タイトルはまあ偶然その仮本の時のまま、うん、内容だけビジネス書に切り替えたって感じでしたね。でその本を書く作業そのものはどういう感じで進んでいったの？インタビュー、そうですね、インタビューしたり、インタビューしたのをこっちで書き起こして向こうに投げて、まあ、原稿にしたものを投げて、で向こうがそれをまた書き直したりとか、うん、追記過失修正してもらったりとか、まあ仕事が早くて、うん、細かくてあっさりと気に入らないものは全部やり直しになるんですよ。デザインとかも、うん、一旦もう全部うちとしてはこれでいいんじゃないかっていうような、うん、
ものを作って出しました。で、まあ、原稿のねそのキャッチボールは何度もあったんですけど、うん、デザインに関しても全部やり直し、その写真をもっとこうしたいっていうような話があった瞬間、一旦全部なしにして全部写真組み直しっていう話があったりとか、うんうん、でもなんかいつまでに完成すればいいかなみたいな、そのガクさんの方から、普通出版社側からいつまでにお願いしますって言うじゃないですか。でその辺うち結構その期限を決めてやるっていうことはあんまやってなかったので、不得意だよね、不得意だったので、ガクさんの方に逆に引っ張られる感じで、そう、じゃいつまでにやる、うん、じゃあいついつ、じゃあいついつを締め切りにしようっていうなったら、結構 そこまで大変忙しいんですけど、うん、でもその中で忙しいからこんぐらいで済まそうっていうの一切なくて、もう本当直締め切り直前ちょい前ぐらいところで写真全部総入れ替えとか、うん、そういうのも全然あって、でこっちから投げるともう何時に送ってもすぐ1、2時間、3時間後とかには全部直して返してくれたっていう、うん、なんかすごい理想的な作家との関係だよね。そうですね。逆に大変だったことは、そういったその何、あの彼からじゃあそういう理解とかそういうもの以外で、どういうところが大変ですか。なんかそれまでがその遊んでもらう、こういわゆる利害関係のないビジネスを一緒にやる中ではない関係から著者と編集者に変わって、うん、ってなった瞬間ちょっと緊張感も出ました、ね、逆にそう、うん、あ著者だっていうちゃんとしなきゃみたいな、うん、あのそういうのはなんか生まれた気もしますし、うん、でもやりづらいっていうのはなかったかな、その徹底的にこだわってくれるので、うん、それに置いてかれないように一緒についていかない、まあ、ついていけるように頑張るっていう、なるほど、ね、その全力を尽くすっていうとこぐらいですかね。じゃあ何回もマレーシアに飛んだり、まあ、ガクトさんが日本に帰った時にまた会って、そうですね、大体僕はマレーシアに行って、うん、あのインタビューはもう何度も時間作ってもらったので、うん、そこで作ってきましたね、まあ、彼の話をずっと聞いてて、まあ、インタビュー形式でしてて、彼なりの文章っていうものっていうのは何か特徴っていうのはどういうものだったんですか。ああこれがすごい勉強になったんですけど、このガクトの勝ち方って250ページぐらいあるんですけど、本文の中に思うっていう言葉を一切一個も一回も使ってないんですよね。曖昧だからね、思うっていうのはね。そうそう、でも使いがちじゃないですか、うん、思うを全く使わないで一冊本を作るって結構大変じゃないですか。大変、うん、でガクトさんはその文章にするときに自分ので何かを語ることを最後を思うで終わるのをすごい嫌がるんですね。断言するわけね。そう、うん、自分の言うことぐらいは責任を持てるっていうことで、うん、曖昧にするなって、こうだって言い切った方がいいっていうんで、うん、でおそらくその本を読んだ人ってそこを気づかないと思うんですけど、でも読後感的に全部言い切られてすっきり入ってったっていう、うん、曖昧にされずに言い切ってもらったっていうような内容になってると思うんですよ、うん、それがすごい勉強になりましたね。ああ、うん、文章ってそういうふうに思うをなくすだけでもこんなにその言葉が入ってくるようになるんだなっていう、うん、確保はね逆に言えば断言 しないといけないから曖昧なことは書けないっていう、うん、その確信してることしか書けないっていうのはあるんですけど、うん、でもまあ学さんの場合その自信があるからこうそれができるんだなっていう。なるほどね。俺今書いてるエッセイで思ういっぱい使ってるから7万回ぐらい使いました、ね、勉強になるね。であのじゃあ仕事しながらなんか一番驚いたこととか驚愕したことってどういうところ。なんかもういろんな驚きのことはあったんですけど、うん、そのガクトの勝ち方の中に、うん、いろいろその駆け引きの話とか、うん、その勝負に対する覚悟、喧嘩とかに対する覚悟の話とか、うん、まあ、いろんなその勝負に勝つ上で必要なことがいっぱい出てくるんですけど、うん、それらがその本を作って作りながら一緒に食事したりなんか一緒にいる時間の中にいっぱい起こってくるんですね、うん、もうなんかこうドキュメンタリーみたいに、うん、でそれがなんか書いてることとやってることが完全一致するからすごい勉強にはなりますよね、うん、言ってることと生き様が全く合ってるわけね。そうそうそう。例えば、例えば、うん、